素敵なステージを見るとまた次にも期待が、ね、かかりますよね。はい、では次のプログラムを紹介してください。はい、次の出演はカイロリボンボーランルイディアタコムスクールの皆さんです。はい、ではまずこちらですね、スクリーンを使ってタイのご紹介してみましょうね。タイのご紹介させていただきます。タイは面積が51万4千平方キロメートル、日本の約 1.4 倍です。はい、人口が6593万人、首都はバンコクです。タイの美味しい料理をご紹介いたします。あ、やっぱりこれですよね。タイ料理を代表するスープ、トムヤンクン。トムは煮る、ヤムは混ぜる、クンはエビのこと、エビ入りのトムヤムスープという意味。なるほど。そしてこれもいいですよね。日本ではタイカレーと呼ばれる料理ですが、タイ語では緑の甘いスープを意味します。甘いスープという意味なんですか。へえ、やっぱりその味覚もね、やっぱり違うんでしょうかね。さあ、ではこのボンボンラングリーンタイアウトスクールの皆さんのご紹介をお願いします。タイ北東部ルイ地方に位置するボンボンランルイリタイアコムスクールが披露する伝統舞踊、伝統音楽は幾多の優秀賞を受賞しております。本校の舞台パフォーマンスはタイ北東部に暮らす民族の日常の暮らしを表現しています。舞台パフォーマンスの根底にあるのは神に対して畏敬の念であり、パフォーマンス内容は祝祭時などおめでたい時で、私たちのパフォーマンスを見る人々に楽しんでもらいたいという気持ちで編成しています。はい、セルンと呼ばれる私たちタイ北東部の舞踊様式は、その地方独特のもの、すなわち喜びと元気を色濃く反映しています。はい、それでは披露していただきましょう。お願いいたします。Second is Chobong, third is Sun Sui, and the last performance is Sun Dai La. Let's enjoy our show. Please welcome!
ございました。このメッセージもあって、とてもそう、なんか本当に美しかったですよね。今ちょっと日本との共通点なんて話をね、ちょっとしてたんですけども、なんとなくこの音楽のね、音階が日本の歌謡曲に近いものもあるなって思ってみたり、それからその演奏していた